こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日は神奈川県横浜市、こちら線路が見えていますが、根岸から本牧ふ頭岡を結ぶ神奈川臨海鉄道本牧線沿いにやってきました。横浜本牧駅方面に歩いています。何度も訪れています。こちらは貨物専用線、旅客列車の運行は一切ありませんので、若干知名度の方は低いかもしれません。前回関西地方、大阪府東大阪市に位置します近畿車両特安工場で新しい車両が製造されたということで、学研都市線、片町線、特安駅に訪れています。JR 貨物の高周送により車両が輸送されるということで見に行っていますが、工場の方を間違えています。実際は兵庫県神戸市、川崎車両の方で製造されまして、車両の輸送が行われています。特安駅周辺で待っていても全く見ることができず、結果的に静岡県に追いかけることとなりました。東海道本線、蒲原駅や熱海駅で見た車両は東京都交通局、地下鉄大江戸線向け12600型、どうにか見ることができていますが、通過していってしまったということから、車両の詳しい説明することができませんでした。鉄道による車両の輸送は神奈川県内、川崎貨物駅の方まで一旦向かいまして、京浜東北根岸線、根岸駅まで JR 貨物の担当、その先はこちらの線路を所有します神奈川臨海鉄道にバトンタッチされまして、横浜本牧駅にこの後やってきます。東京都交通局の車両ということで、最終目的地、配属先は騎馬車両研修所となります。横浜本牧駅からは鉄道路線でつながっていませんので、トレーラーによる陸送となります。だいぶ雨の方強まってきていますが、この後やってくるということなので、正面横浜本牧駅で入れ替え作業、そして車両の方を中心に見ていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。牽引を担当していたのは JR 貨物、新鶴見機関区に所属する EF65型2065号機、川崎貨物の方まで向かいまして、最終的には根岸まで担当しています。こちらの本牧線は非電化路線となりますので、神奈川臨海鉄道が所有しますディーゼル機関車 DD55型、または DD60型が横浜本牧駅まで牽引を担当してきます。高周送されてくる車両は12600型、製造の方、最初の編成が登場したのは2011年、営業運行開始は2012年となっています。ということで、遠くに DD55 型でしょうか、見ることができます。後ろにピンクの車両、8両編成がやってきました。正式には最初の編成一次車となりますが、12611F 第61編成と言われているようです。本日は16号機が牽引を担当。一番後ろの車両が8号車となりまして、12858と確認することができました。
そして1次車、2次車、3次車と製造元の方が変わっているようです。1次車2編成に関しては川崎重工業兵庫工場、2次車に関しては愛知県豊川市に位置します日本車両豊川製作所で6編成、そして今回の3次車カラーは川崎車両となっているようです。まあ、途中で川崎重工業から川崎車両の方に社名が変更されています。第何編成から変わったかよくわかりませんが、正面に車両の方見えてきました。何度か丸の内線向け2000系公衆走をこちら横浜本牧駅で見てきていますが、今回に関しては停車位置が異なるようで本牧ふ頭寄りに停車をしています。そして1次車、2次車、3次車に関して何が違うのか、パッと見た感じ変わりはなさそうな感じがしますが、車内の座席が2次車からは広くなっているようです。そして1両あたりの製造費も上がっているようです。台車を見ますと16、こちらは標準機を走行する車両、公衆走の際は狭機を走行しますので仮台車となっています。その他に車両の長さが通常 JR で活躍する車両とは異なります。20メーターに対してこちらの車両は16メーターちょっとしかありません。横浜市営地下鉄グリーンライン向け、1万型より少し大きい程度となっています。12,858、12,851F かと思っていたところ、正式には第85編成となるようです。若干説明の方が間違っていました。2次車から3次車になった時に車両の構造が変わりまして、座席などが若干広くなっているようです。そして1両あたりの値段も上がっているようです。丸の内線2000系は6両編成となります。今回の12,600型は1両あたりの車両の長さは短いものの8両編成となっています。よっていつもと違う場所に停車したのかもしれません。反対を見ますと陸送のためのクレーン車が準備されています。16号機がやってきますと、この後は入れ替え作業となります。一旦根岸方面に向かいまして、推進運転でクレーン車手前に押し込むような形、台車の交換が行われまして、トレーラーによる搬出となるわけです。おかげさまで60周年ヘッドマークが取り付けられています。反対側には車両鉄道公衆走といったヘッドマークではないかなと思います。ということで連結作業が始まります。連結機の確認が行われまして動き出します。大きな汽笛、汽笛ではなく警笛かもしれません。ガシャンと行きました。この後仮台車からタイヤの台車に交換されるということで、クレーン車の下では準備が行われています。そして動き出しました。最後尾の1号車となります。12,851、仮台車の走行ということになりますので違和感があるのかなと思っていたところ、やはり1両あたりの車両の長さが短いということから、このようにさらに違和感が出るのかもしれません。曲線部分を走行する際、なんだか車体の方が出っ張ってきます。
この周辺誰もいらっしゃいません。しかし遠くの歩道橋上には約30名程度といったところでしょうか、入れ替え作業を見守っています。この後は手動でポイントが切り替えられまして、進行方向を変えます。推進運転でこちらに向かってきます。機関車を先頭に入れてしまいますと、コンテナヤード、コンテナホームの配線上、機関車が出れなくなってしまうということから、推進運転となるようです。16号機の前後のヘッドマーク、車両鉄道公衆層というマークではなく、前後両方とも60周年記念となっていました。ということで推進運転で行ってしまいました。本当は反対側に行きまして、間近から車両の方を見ていきたいのですが、雨が強く降っています。濡れてしまいますので、本日はこちらから失礼しています。頭上を見上げますと、神奈川首都高湾岸線、この後16号機が切り離されまして、短期1両で入れ替えを行います。いつも見ることができないので、今回はこちらから見ていきたいと思います。だいぶ雨が強くなっています。普段間近で見る機会があまりなかったので気づきませんでしたが、車両側面にも60周年記念とペイントがされています。製造は富士重工昭和54と確認することができます。配属先の方は塩浜機関区川崎貨物駅周辺にあります。一旦先ほどの本木埠頭方面に向かいまして、再度根岸方面に向かうという流れになります。こちらでの入れ替え作業、丸の内線向け2000系や横浜市営地下鉄4000型や1万型の入れ替え作業を見ていますが、今回12600型、初めて見ることができました。この先もいろんな列車、いろんな車両を見ていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。結局雨の方が止みそうもありません。そして傘の方も持ってきていませんので、濡れてしまいます。本日は16号機の出発を見て終了したいと思います。特に入れ替え用信号機はありません。こちらが出発信号となるかと思いますが、青の灯火に変わっていますので、もう間もなくしますと動き出します。最後までご視聴ありがとうございました。一緒に根岸方面に戻ります。それではまた。